野菜スイーツを家庭で作る人も増えてきた。主婦の高野和子さんはあえて息子の翔太くんが嫌いな野菜でお菓子作りをするという。もうちょっとやろうかな。これちょっと食べれる。やだいいや。レンコン、レンコン好き。これはいいね。きっかけは食べさせたいっていうのがあの子供って結構単純なんで、自分でお手伝いしたりとかすることで割と興味を持ってあっさり食べてくれたりするんですよ。ただお母様方ってみんなそうだと思うんですけど、夕食時とかってすごくバタバタ忙しいんで、こう一緒にやっててもああやんなくていいよってお母さんやるからってなっちゃうんで、その点でおやつの時間は割と、親も広い心で手伝わせてあげられるかなと思って始めたんですけど。この日のおやつは人参のスティック。すりおろした人参にバター、ぬるま湯、薄力粉を入れて練るだけなのだが、ここで一工夫。ここでじゃあカレーパウダーを入れましょうか。カレーパウダー、わかる？そうそうそう、それカレー粉ポン3振りぐらい。ありがとう。高野さんはカレーパウダーを入れた生地を薄く伸ばす作業を翔太くんに任せた。長めに、こんな感じで、こうして生地をねじりながら細長く伸ばしていく。薄く伸ばして。美味しそう。これをオーブンで20分、こんがり焼き上げるだけ。高野さんは焼き上がる間にもう一品作るという。翔太くんの嫌いなレンコンをすりおろし、上新粉を混ぜてみたらし団子を作る。耳たぶの硬さくらいにまとめるのがポイントだという。鮮やかな緑色の団子は春菊のみじん切りを混ぜたものだ。20分後、人参スティックが完成した。部屋中にカレーの香ばしい香りが漂う。そしてみたらし団子も蒸し上がった。食べて。ああやっぱ自分で作ったのがいい。じゃあお母さんも自分で作ったの。あ、お母さん翔太が作ったのもらおうかな。ここ。野菜は苦手という子供でも楽しみながら作って食べることができるのが野菜スイーツの魅力の一つだという。都内に住む武田さん夫婦、結婚5年目という2人にも野菜スイーツは欠かせない。カレーや丼物が大好物だという夫の光弘さんは32歳、妻の由紀さんはこの光弘さんのために野菜のスイーツを作り始めた。会社の健康診断で紙いただいてきますよね、でなんかちょっとコレステロールの数字が気になって、で、今はいいですけど、これからこう長い先を考えてこのままだと困るかもしれないと思って、私が何かできることして、主人の健康が続けばいいなっていうところから野菜をいっぱい食べようとかなって。夫のために作り始めた野菜スイーツ、今日は一体どんな野菜を使うのか。夫の健康を気遣って野菜スイーツを作るようになった武田由紀さん。彼女が今すりおろしているのは長芋だ。実はこの長芋がパウンドケーキになるという。まず普通のパウンドケーキと同じようにバター、砂糖、卵を入れてよく混ぜる。そしてこれにすりおろした長芋を加える。よく混ぜ合わせてから薄力粉を入れるのがポイントだという。そしてオーブンで焼くことおよそ30分。あ、見た目、はい、じゃあ、はい、できました。あ、香ばしく焼き上がった手作りの長芋パウンドケーキ、しっとりもちもちした食感が長芋ならではの特徴である。
この長芋のパウンドケーキをはじめ、武田さんの家の食卓にはこれまで10種類以上の野菜スイーツが上がったという。甘さ控えめ。こんなスイーツにまで野菜を入れてくれる奥様の思いというのは感じてらっしゃいます。いや、すごい感謝してます。野菜スイーツは女性だけでなく子供も大人の男性たちも楽しめる新しいデザートになっていくのかもしれない。